セルと自己紹介をしたいと思います。はい、ハンバーガー界女性人気ナンバーワンのアボカドはユーリー、癒しを届ける宇宙人、みんなの心を侵略します。アボカド担当ユーリコと美咲ユーリです。よろしくお願いします。イエーイ、我々のエンジェル、ありがとう。はい、漢字形容満点のトマトといえばひなた。ありがとうございます。 NHK R の放送レギュラー出演中です。ひなたことなっぺこと高砂ひなたです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。ひなたちゃん。はい、みなさん、ぎゅー、みんな大好き和牛 100% はリーナ。ありがとうございます。シンデレラの人生、リーナことマキリナです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。はい、ちっちゃくても存在感抜群、マジカル卵ですぐに大きくなるのはバイバイ、アニューボイスコスプレで君も一から、ふぅー、卵担当バイバイです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとう。はい、とっても甘い左玉出来は歌子担当、そんなダブル玉出来はリオニャン。ありがとうございます。左玉ねぎ担当リオニャンです。よろしくお願いします。イエーイ、今日はね、双子のもう一人はお不在ということで、はい、今日はね、この5人で頑張っていきたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いします。お願いします。左玉ねぎはいますよ、はい、玉ねぎる、右玉ねぎはいない。あ、一緒、一緒かな、双子ですね。3人かなと思った、一緒色で仲間に入れてもらったらいいね。面白い、ね、あ、面白い、面白い、ありありあり。今日なんか赤い方多いですけどね、赤い方多いね。ユニット組んだらいいね、みんなでひなぺもな、入れてもらったらいいね。ぜひ下げてくださいね、今日分かってる方、はい、じゃあ続いての曲いきますか。いきましょうか、はい。それでは聴いてください。スマイルレッツラブ、またはハンバーガールバレンタイン大作戦。キュートすぎるスマイルでね、ほら魔法かけてるよ、君は何も知らないでハンバーガーにかぶりついてる。君たちの世界はバーガーごちの君を、かわいい。
知ってるよ。ありがとう。知ってるからアイドルやってるの。知ってるよ。そうでもないの。ありがとう。はい。はい。はい、ということで。次の曲はね、ちょっと今の季節には、ちょっとずれてるというか、はいはい、そうですね。まあ、わかる人はわかると思うんですけど、真夏にできた歌を歌いたいと思います。はい、聴いて暖かくなりましょう。そうですよ。あったかろう。はい。それでは聴いてください。真夏のハンバーガール。海鮮だから出汁めっちゃ出てて、もう白子大好きなんですけど、はい、鍋にした白子は初めて食べたんで、はい、めっちゃ美味しかったです。でもね、ここめっちゃ迷ってて、本当にいっぱいあるから、
で、あのね、結構お肉入ってるやつ多いんですよ、うん、で私頭に牛つけてるから、そのお店の方がねすごい話しかけてくださるんですよ。うちお肉だから宣伝してってめっちゃ言われるんですけど、いや私胃が5個ぐらいあったらもう肉のとこ全部食べたいから食べたいんですけど、ちょっとね胃に収まらなかったんですよ。でもここにお肉のお店とかもいっぱいあるし、トマト鍋も、そうトマト、そうそう、そうありがとう、それ言おうとした。あのねトマト私まだ食べてないんですけど、アイスさんっていうそこのね、あの 赤色の、ね、もうめっちゃわかると思う。野菜がすごい、そうそう、完熟トマトって書いてるところ、うん、トマト担当なのでね、やっぱりそこは見逃せないなと思うので、ぜひ今日見て、あ、ひなたちゃんいいなと思ってくれた人はぜひトマトもお供にあの買ってください。自分でひなたちゃんって言ってる。かわいいなって言ってくれてますよ。へー、だからやってんじゃん。はい、なんかお鍋の他にもね、そうそう、とかそう、いっぱいあった、屋台みたいなね、はい、いっぱいあって唐揚げとか、そうそうそう、食べてる、唐揚げも食べたし、しいたけも食べたし、しいたけめっちゃ美味しかった。チーズ乗ってるやつすごいね。あとねスイートポテトもめっちゃ美味しいよ。そうそうそう、スイートポテト奥にあるところでね、美味しかった。デザートに全部、ね、食べてほしい。この後午後の部分あるじゃないですか、うん、7時半7時半から、うん、それまでにもまたもう一個食べたいなっていう、そうね、こんだけ動いたらだいぶお腹減るからね。それに向けてお腹すくうに次からのライブ頑張りましょう。でもね、あの透かすのはいいけど食べ過ぎてまた母言われたら困るから。わかりました。ほどほどにね。その説は申し訳ございません。すいません、その説はということで、行きますか、はい、まだあるからね、いっぱい、ね、まだ結構あるんですよ今回ね、たくさんライブをさせていただくということで。はい、そう。はい、じゃあ行きましょうか。はい、まだ最後の曲じゃないの、嬉しい、やったね、まだ最後じゃないよ。それでは聞いてください、バンズの中二人ぼっち。
の曲いきましょうか。もう次の曲がね最後なんですね。一曲増やしただけやって実質一曲増やしただけ。でもその一曲って結構大事じゃない？だから変態のコーナーなってるの。なぜ1曲目からいやなんなら次の曲一番激しいぐらいの曲やけど大丈夫？大丈夫、やる気でいきます。3部も来れるんですか？はい3部いるよ、3部まで今最後まで皆さんとね、はい、盛り上がりたいと思いましたので、はい、はい3部になったらね多分もっと寒くなってると思うから、うん、もっといっぱい動かなきゃいけないなって思うんで、はい、皆さんそれまでに、まあ今ウォーミングアップって言いたくないけど、はい、まあ3分につなげれるウォーミングアップにしてください。はい、ね、はい、はい、あ私たちあのツイッターとブログと公式のホームページもあるので、はい、皆さんぜひハンバーガーズゼータってあの検索してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。写真とか動画とかどんどん撮っていただいて、はい、それも拡散していただけたらすごい嬉しいなと思いますので、はいはいはい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。それでは最後の曲いきましょう。はい、いきましょう。それでは聴いてください。ラブバーガこちらで物販もありますのでそちらの方もよろしくお願いします。はい、